ホアキン・トリーナ・ペレスは、スペインの作曲家、音楽教師、イタリア系、教里とマドリードで音楽を学ぶ。1905年から1914年までパリのスコラ、カントルムに留学し、バンサン・ダンディに作曲を指示する傍ら、モーリッツ・モシコフスキのもとでピアノを学んだ。多くの同胞の作曲家や、親友のファリアと同じように、パリ滞在中に、 ドビュッシー・アラベルのようなフランス印象主義音楽の作曲家の地遇を得た。また、アルベニスからは、フランク学派の影響を出して、スペイン人としての自覚をもとに創作活動に取り組むべきだと悟される。1914年にファリャと共に帰国し、作曲家、音楽教師、音楽評論家として活動を始める。1931年からは、 マドリッドの王立音楽院で作曲家教授に就任した。第二次世界大戦後の1947年にマドリッドで没した。トゥリーナの作品の多くは伝統的なアンダルシアの民族音楽に影響されている。19世紀末から20世紀初頭のスペインの作曲家がおおむね特定の創作ジャンルに偏りがちだったのに、対してトリーナはほぼべてのジャンルを走破し、 なおかつ教育者や理論的な著作家としても活躍した。創作量の豊穣さでも群を抜いている。非政治的な姿勢からフランコ政権とも妥協したため、没後はタブー視されたこともあったが、最近では演奏会を中心に国際的に積極的な再評価が進められつつある。ありがとうございます。